グラちゃんバンタム級タイトルマッチ。いやー相当長かったっすね。やっと来たって感じです。3年ぶりに自分の元に戻ってくるのかなと思ってます。再びの王座返り咲きへ、グラちゃんの誇りを背負いしチャレンジャー中村健作。柔道ベースの腰の強さと卓越した打撃センスを武器に、かつては同階級第2代王者として君臨。しかし外敵手塚元信に僅差の判定で敗れ、大事なベルトは健作の腰を離れた。あれから3年5ヶ月、王者は幾度も変わり、グラちゃんのバンタム級戦線も激しさを増した。その中で現在5連勝、着実に成長を続けてきた健作が満を持して再びのベルト体感を狙う。だから思うのは、本当メンタルって試合に大事だなと思うんで、どれだけ勝つという意識を持って試合に臨めるかだと思います。みんながみんな、なんか差はないと思うんですよね。どれだけ自分が勝ちたいか、まあ、絶対勝ちたいんで、そこを出して死に物狂いで勝ちたいと思います。その王座に君臨するフリーランスのキング堀友彦。普段腕のいい畳職人として働く苦労人は、得意のグラウンドにおいて圧巻のキメの強さを誇る実力者。フリーとして後ろ盾などない中で、彼が生き残る方法はただ一つ、それはベルトの死守。何が何でも勝利をつかむと王者は語る。ベルトさえ持ってれば絶対試合組んでもらえるじゃないですか。あれがなくなったら試合で組んでもらえるか分かんないんで、勝ちたいなと思ってます。しかしそんな王者の強さは認めながらも、それ以外の部分では疑問が残ると、挑戦者は辛辣に噛みつく。堀選手も打撃も寝技も何でもできる選手で、やっぱ強いと思うんですけど、ちょっとなんか顔もそうですけど地味ですよね。グラちゃんのベルトは自分の方が絶対似合うと思うんで、自分がチャンピオンになった方がいいんじゃないかなと思います。これに対し王者もまた静かに怒りを表す。まあお前が言うなって言うんじゃないですけど、まあ僕も地味だけど、中村選手って派手でしたっけ。もしかしたら自分は派手だと思ってるのかもしれないですけど、僕は派手でしたっけっていう感じです。絶戦から火花を散らすタイトルマッチ、2017年最後のグラちゃん、そして大トリで両者はどんな試合を見せてくれるのか。テーマですね、 KO したいとかっていう感じですかね。ぶっ倒したいっていう気持ちよく勝って今年終わりたいですね。周りはまあぶっ飛ばせぶっ飛ばせよく言われるのに、プレッシャーばっかりかけてくるんで、周りは今回は最低でも勝てればいいなっていう感じで、泥臭くてもいいし、まあ、結果 KO だと1本だったりしたらまあ最高なんですけど、最低勝ちをこだわっていきたいなと思います。勝利するのは静かに燃えるフリーランスの王者か、それともグラちゃんの誇りを胸に戦う挑戦者か。激戦区バンタム級の今後を占う重要なタイトルマッチ、より強く願う者が勝利をつかむ。グラちゃんバンタム級タイトルマッチ5分3ラウンド、王者堀友彦 VS 挑戦者中村健作。